お客様、どうもこんにちは、かずひろです。今回はね、私が日頃入ってるシャワーのベストな方法を見つけたのでご紹介しようと思います。こちらがいつも僕が使っているシャワーの時のお湯を作るシステムになってます。これを使うとボイラーが壊れていたり、お湯を大量に沸かす環境がない方、非常に便利なので使ってみるといいかもしれません。まずペール缶を用意します。ペール缶というのは18リットルのこういう丸い円筒形の入れ物ですね。車のオイルとかが入っている容器で、ガソリンスタンドに行くともらえる場合もあります。けど地元ではくださいって言ったらね、結構5個とか6個とかね、タダでくれました、ガソリンを入れるついでにね。そしてそこにこれを入れるんですけど、これ何かっていうと投げ込みヒーターっていうやつですね。これいうのがあって、ここが熱くなって、この温度調整ダイヤルがあって、コンセントにつなぐとお湯が沸かせますよというものです。これは1万約3000円です。でペール缶買おうとすると、アマゾンだとだいたいこの金額プラス送料くらいで2500円くらいで買えますね。ただホームセンター行けば1000円くらいで売ってるので、ホームセンターで買った方が安いですね。であとは、これの電気料金調べました。ワットモニターっていうのがあります。これ3話サプライのワットモニター、これをですね買って電気料金調べたところ26円でした。でだいたい1時間15分くらいでちょうどねいい感じの温度になります。1時間15分をスマホとかでタイマーセットして、これを55度にセットしてやってあげると、26円くらいの電気代でちょうどいいお湯が作れます。でお湯が作れたら、じゃあそれをシャワーを浴びるんですけど、アウトドアシャワーってやるといろんなの出てくるんですけど、まあこういうのを使うと、充電式なんですよ。これコンセントタイプじゃないので安心ですね。充電式なんで防水タイプで、これを中に突っ込むとジャーってシャワーが出てくる仕組みになってます。これ3000円くらいでまあ売ってたりするんで、これを買って使うと合計1万6000円くらいかな。ペール缶もまあ1000円で買ったとして1万6000円くらいで、お湯が簡単に作れて、でシャワーが浴びれるという仕組みができました。これで何回か浴びてるんですけど、非常に快適ですね。お湯の量も、頭洗って流して、顔洗って流して、体洗って流してっていう感じで、そんな感じで使ってもお湯がちょうどいい感じですね。逆に頭顔体を全部洗ってからまとめて流すと、かなりお湯が余りますね。半分くらいでも大丈夫かなっていうレベルでした。なのでかなりね十分かなと思います。今僕の家は、暖房というかボイラーがないので、まあ、これでお湯を作って、まあ、日々シャワーを浴びてるんですけど、結構便利なので今のところ急いでボイラー直す必要ないかなと思ってます。山奥で小屋暮らしとか今流行ってますけど、そういうのボイラーどうしようかなって考えてる人は、とりあえずこれでね全然いいじゃないかなと思います。まあアウトドアとかそういうのが好きな人は、正直これで一生シャワーは満足できちゃうんじゃないかなって思っちゃうくらい、結構ね楽で簡単なシステムとなってます。 YouTuber の吉田勝也さんっていう方が小屋暮らしで有名なんですけど、この方ずっともう小屋暮らし歴長いんですよ。でこの方はどうやってシャワー浴びてるかというと、こういうシャワールームをもらってきて、ここにパイプを通して薪ストーブでお湯を作って、でこの上から蛇口で浴びるっていう感じなんですよね。結構原始的なんですよ。これと比較すると、まずこっちは薪ストーブなのでお湯沸かすの大変ですけど、こちらは電気なので、まあほっ解いても、しかも IC コントロール付きなので安全に楽に適温のお湯が沸かせるというところですね。こっちは自分で湯加減を調整しなきゃいけないので、1回だけならまあまあいいですけど、毎日適温探すっていうのも結構面倒いじゃないですか。これは楽ですね。1時間15分55度って設定したらもうそれでちょうどよくなります。でなぜ55度かっていうのは、まあ55度は暑いんですけど、これ入れといてもお湯が循環しなくて、このあったかくなる周りはすごい暑いけど、その周りは冷たいんですね。混ぜた時に適温になる温度を探った時に、1時間15分55度で設定してこれを抜いて混ぜると、ちょうどいい41度くらいかな、ちょっと厚めかなっていうくらいの温度になることが分かりました。あとはこれ上に乗せないといけないんで、かなり重労働で大変ですよね。多分これ満杯まで入れないと思うんですよ。リッターで言うと10リットルくらいなんじゃないかなと思いますね。なので結構お湯の量ギリギリだと思うんですよ。ペール缶満杯までやれば、まあ、約20リッターくらい使えるんで、かなり余裕がありますね。で、このシャワーも下に置いて使えるので、まあ楽なんですよ。で、もし、いや、電気はできる限り使いたくないって方は、まあこういうポンプ式のもあります。こっちの方がちょっと安いですけど、タンクに入れ替えて使わなきゃいけないので、まあちょっとめんどくさかったりもしますね。あとは、ネタロウさんっていう方も昔から小屋暮らししてる方有名なんですけど、自分でこの小屋を建てて、まあたまに住んでるっていう感じなんですけど、この方はどうやってお湯作ってシャワーを浴びてるかというと、この方も同じで高いところにタンクを設置して、ちょろちょろちょろっと水を流しながら使うという方式ですね。これ冬場は寒いので家の中でやってるんですけど、まあこれ薪ストーブで夜間でお湯を沸かして、タンクにお湯を入れて適温を作って、部屋の中にこういうビニールシートを巻いて上からちょろちょろって出して浴びるっていう原始的な方法なんですよ。
やっぱね、これはね、毎日やると面倒いですよね。なので普通の人はこっちのシステムを使った方がだいぶ楽ですね。はい、ということで今回はボイラーが壊れてしまった、ボイラーがない環境で安く手軽にシャワーを浴びれる環境を考えてみたところ、一番簡単じゃないかなという方法を見つけたのでご紹介させていただきました。まあ電気があれば低コスト、そんなに電気代もかからないで作れるので、案外いいシステムなんじゃないかなと思います。でもしこの電気代も惜しいという方は、これ直接ペール管なんで下から火炙って薪ストーブで温めればお湯できちゃうんで、この電気代もかからず、このアウトドアシャワーの電気代のみで使うことができます。さらにアウトドアシャワーの電気代も惜しい、もしくは完全電気ない環境でやりたいっていう方はこっちですね、アウトドア用品のポンプ、これを使えば電気なしポンプでシャワーを浴びることができます。これも僕買ったんですけど、まあまあ使えるっちゃ使えますね。沸かしたお湯をこっちに詰め替えなきゃいけないんで、まあちょっとめんどくさいんですけど、そこさえどうにかできれば、まあこのペール缶を薪ストーブの上に乗っけて温めて、まあ温かいお湯をロッドとかなんか使ってこっちに詰め替えて、これポンプでシャワーを浴びるっていう風にすれば、電気なし環境でお湯を作って案外快適なシャワーが浴びれるんで、まあ、こっちも悪くないんじゃないかなとは思います。いやでも26円でシャワー1回浴びれるお湯が作れるんなら全然安いですよね。これなら常用しても全然問題ない金額ですよ。1ヶ月毎日これでシャワー浴びても780円ですからね、全然安いですよ。ガスとかでお湯を沸かして風呂に入るよりは確実に安いですね。都市ガスのシャワーだけと比べてもこれ安いんじゃないかな。都市ガスでもガス代1000円未満ってなかなかならないと思うんですよ。安くても千何百円とかかかると思うんで、下手に都市ガス契約してシャワー浴びるよりも、無理やりオール電化にしてこっちにした方が、まあ金額だけ見たらまあ安いですよね。かなりケチケチ生活したいって方はいいのかもしれませんね。私和弘の Twitter ブログ、その他 YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そして動画下のチャンネル登録ボタンとグッドボタンのクリックお願いいたします。